思うんです。全然ダメ、早いよ。でもいい、ここは、まあね、ここはドライバーを持ってきたいね。池谷さんはだいぶゴルフ好きだってのが分かる。プロゲアですか。いや、もうアイアンも結構よく、アイアン三浦さんです。おー、ギアで 40% 決まるって言われてる。 40% はギアだって言われてるから、ゴルフはもうゴルフの世界、ギアが合ってないともう絶対ダメ。池田さん、ゴルフ仲間でライバルだって言える人とかいるんですか。こいつには負けたくねえみたいな。まあ弟はまあまあ一緒ぐらいの感じなんですよね。たまに負けちゃったりするんであれですけど、まあでも弟じゃないな。弟じゃないな。ゴルフ仲間ね。いや、あのね、僕今師匠で教えてもらってるのが上田さんって言って、日大のゴルフ部の丸山茂樹さんと一緒の時の大のキャプテンやってた人がいて、その人に教えてもらってるんですけど、その人はもうプロなんで、うん、あれなんですけど、その人についていきたいなと思って、まずはパワープレーと思ってるんですけどね。追いつきた。はい、まあただ初めからダボでしたけど今日。おお、これいいね。これはナイスショット。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。これはすごいよ。あ、よかった。お、来た。あれ、おー、出ろ出ろよ、出ろ。入っちゃったな。うまいこと入れたな、おい。あら、惜しいね。おー、いいじゃん。アウト。ずっとこうやって撮ってるだけなんですよ、リンゴルフってのは。え、そうなんですね。ずっとただ撮ってるだけ。それで私何も喋なくていいんですか。なんか言ってほしいですか。いや、え、何。私が裏話とかなんか。私がなくてもいいですけど。まあ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 。まあ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 。このバンカーが嫌だったんですよね。気になりますよね、これ、この手前のやつ。ちょっと嫌だから、ちょっと大きめ。ちっちゃいすぎましたかね。あれ、グリーンもちっちゃいですしね。超えちゃったら。うまいこと落とさないといけなかった。あ、ちょっと強いかも。あ、でも、まあまあ、でもいい、でもいい。おー、ストップ。ほら。悪くない。昔のユコポーズが復活した。そう。なんかね。お。全然でかいな。うん、届いて。うわー、なんか重い。あ、やっぱ。来た。うまい。うまい。すごい。ダボダボです。すごい。すごい。ナイスタッチ。ダボ。すごいよね。だあ、嬉しいね。おお、ダメだ。いや、でも、でも、でも大丈夫ですよ。あそこ、行け、行く。ガシャ言ったよ。ガシャって言った。今出てきましたけどね、あの、左に。出た。おお。神様がいた。おお、完璧。いいですか。セカンドの鬼だ。すごい、ナイス。ちなみに映画って1個できるのにどのくらいかかるんですか。うん、今後、まあ、大体早いものは、例えば低予算っていうのは2000万とかね、はい、そうなったら1ヶ月でやんなきゃいけないけど、うん、まあ今回井筒が6年ぶりにメガホン取りましたんで、はい、丸が違います、ね、まあまあそれなりに丸が違いまして、はい、約構想を入れて2年かかりました、はい。来年の4月一応公開、はい、もう終わったんですか、収録。もう終わって、あ、もうタイトルも何も発表されてない内容。まだまだ。いや、一応確認したの、はい、配給に、はい、じゃまだやめてください。おお。
おめでとう。でもゴルフどのくらいやってるんですか？20年。おすごくないですか？じゃあ社会人になってから始めたんですか？もちろんあの CC ガーズになってから、うん、2年ぐらいしてからなんで、25歳から始めた。やろうぜと言われて、はい、事務所からあのハーフセットを支給されて、うんうん、ゴルフやれた。そのハーフセットでひたすら練習して、でも私結構比較的最初からやる気満々で、うん、1年以内に100切るぞって思って、はい、どうでした？あ、もう切りました。それはすげえ、すごい通ったクラブがありません。いけます？約90ヤード56でここまで飛ぶか。はい、飛びます。ほら来たー、来たー、うん、おー来た、グリーンの横乗った乗った、乗りました。うん、ありがとうございます。最初の1年でラウンドはどのくらいやったんですか？最初は、うん、あの今はなきあの芝公園の、はい、打ちっぱなし場があったんですよ。芝公園にあったんですか？はい、そこでもう通って通って、で最初のラウンドはいくつだったんですか？最初は110。すげえ。6、うん、すごい。いや今思うとすごい恥ずかしいですよ、ウェアとか。いやいや、それしょうがないじゃないですか。でそこから通って多分100は1年以内に切るのは目標達成しました、うん、で次の80台を出すっていうのが結構時間かかりました。2年くらい？いや、もっとかかった。そういうことなんだよ。5年ぐらいは。なんかなかなか最後のこれ1台入れば89とかいう時に外したりとかして。 あるあるですよね。かなりあるあるありますよ、この20年間こもちなみにベストはいくつなんですか？ベストは77です。すごい、はい、あのコンペで、はい。ナイスタッチ。あ、しっかり男の子。おーと踏まえ、ナイスです。ナイス。みんな、全員ブギーです。ダボでした。すごい。ここなんか覚えてる。これがすごい、はい、なんか覚えてるかも。ちょっと集合写真ちょっと撮りたいです。この絶景スポット。はい、お絞りどうぞ。ありがとうございます、はい、ちょっとしゃがんでもらったりできます？はい、中腰みたいな感じ。はい、 OK です。いきますよ。はい、行きます。はい、ポーズ。綺麗です。おきそさんすごいでしょ、初めての河原。おお、ストレート。大丈夫、真ん中の方。オッケーです、池谷さん。フェアウェイです。すごい飛んでます。はい、来た。あー、ほらやばい。ストップストップストップ。あー、アウト。あー、ファーが取れん。あ、でも乗った、登ったよ。おお、フックさせた。どういうことや。すごい。わ、いい。いいじゃないですか。出てきて。フェアウェイ。すごい。ちょっと。池田さん、だいぶゴルフ好きだっておっしゃってますけど、最高年どれくらいやってるんですか？でも、最高でも120、30かな。120、30。100ぐらいは多分いますね。平日が多いですか？平日も多いですね。うん、まあ、仕事が半分。あ、仕事でゴルフ。仕事3分の2ぐらいかな。まあ、仕事のお付き合いと仕事の撮影と、うん、でプライベートではちょろちょろ、まあでも地方行ったりとかして地方のお友達とラウンドしたりするんですよね。じゃあ全世界でやりますから。全世界、世界でやりますから。ゴルフ場のあるとこしか旅行に行かないんで、はい、はい、あ、いたいた。一番好きなゴルフ場とかあります？好きなゴルフ場は、はい、ハワイのホアカレーがやっぱり綺麗で気持ちよくて、難しいんですけどね、めちゃくちゃ長くてバンカー120個もあって。120個、はい、あるんですよ。でも最高に
いいゴルフ場ですけどね。フォアカレーは大好きですね。何度も行ってますか？何度も行ってるんですけど、いいスコア出たことないです。好きだけど。好きだけど、なかなか難しい。よいしょ。来たー来たー、取れた、取った取った取った、はい、ナイス、失敗だからね。ナイスパー、ナイスパー、いやいや、バーディーですけど、バーディーですけど、今失敗のうち、すごいよ、恥ずかしい、これリングルっぽい、ちょっと恥ずかしいけど、入りゃオッケー、ちょっとゴロったね、今ゴロった。なんかこれぞ社長、どうですか、リンゴルフっぽくないですか？ありがとうございます。持ってるってやつですね。持ってる。ナイスイン。ナイスイン。危ねえ、危ねえ、危なかった。トリー、パーの予定がトリーです。